385年ごとに世界のどこかで光を放ちながら開く扉がある。時空を超えて異次元を結ぶ魔法の扉だ。1620年、その扉は日本で開いた。そして恐ろしい悪魔豪官の手下たちがやってきたのだ。扉を閉じることができるのはイザナギの鍵。その鍵は日本の由緒ある武家の侍たちによって代々守られてきた。豪官の狙いはその鍵を奪い、開いたままの時空の扉から悪の軍団を送り込み、この世を支配すること。扉が閉じ、一人取り残された豪官、彼は人間の姿となり欧州へと逃げ去った。385年後、その欧州で扉は再び開くのだ。侍側もまた生き残った者はただ一人、彼の名は与兵。当時日本では仙台藩主伊達政宗が通商を求め、長谷倉常長率いる使節団をスペインへと派遣。与兵もこれに加わった。一行は数ヶ月かけて太平洋を横断し、メキシコを経て、さらに大西洋を渡り、ついにスペインの首都マドリードに到着。国王フェリペ3世は彼らを丁重に迎えた。その後一行はイタリアへ赴き、ローマ教皇との謁見も果たしている。しかし結局条約締結には至らず、長谷倉常長は5年後虚しく帰国。与兵は後に残り、鍵の5つのかけらをスペインのさまざまな場所に隠した。そして今385年の時を経て、時空の扉がまたも開こうとしている。豪官の野望を打ち砕くため、与兵は長い眠りから目覚めた。善と悪の戦いが再び始まったのだ。これはテストだ。さあ中入れ、レイキ。何があるの？古代ローマの宝がザクザク、どこまで続いてるかはわからない。中に一晩いられたら俺たちの仲間に入れてやる。虫べそがいてすぐ出てきたら、新学期もまたのけものだぜ。扉を塞いだりしないだろうね。まさか俺たちを疑うのか？
ああ、あれ、誰かいるの？ねえ待って、出口はどっち？子供が遊ぶ場所ではないぞ。クラスメートに閉じ込められちゃって。はい。ねえ、出口知ってる？あ、まさかこれがセビリアか。あの橋は1992年にできたんだ。1992年？ではまだ372年しか経っていないのか。今は2005年だよ。400年近くもずっとトンネルにいたの？大蛇だ！ちょっと！うわ、それは新幹線だよ！おい、化け物め、拙者が退治してくれるわ！何者だ？電車さ、スペイン中を走ってる。なんと不思議な世界だ。よかったら僕ん家に来ない？かたじけない。ぜひ親御さんと話を。父さんも母さんも交通事故で死んだ。今は名付け親のカルモナじいちゃんと住んでるんだ。行こう。着くまでにいろいろ教えてくれ。昔とは何もかも変わってしまった。まさむねこを知らぬか。あの者たちはいずれの藩から？観光客だよ。何時だと思ったる？心配させよって。あ、友達を連れてきたんだけど。おや、じゃあすぐ夕食にしよう。お前の友はわしの友じゃ。名前はヨヘイ。うん、その刀と衣服は300年以上前のものじゃな。それに今聞かされた話は何とも奇妙じゃ。明日日本領事館に電話してみよう。きっと力になってくれるはずじゃ。いえ、先を急ぐので。あ、その黄色いのをもう少し。トルティーヤかね。ええ、それを。かたじけない。うん、スペイン料理も昔とは随分変わった。食文化ってのは常に進化するもんじゃよ、時代とともにな。料理の話はダメだって。この国の味の基本は伝統的な地中海料理。そう、新鮮な魚介類をたっぷりと使う。その点は日本と同じじゃな。しかしメニューは地方ごとに実にバラエティ豊かで、名物料理は1000種類をくだらんじゃろ。ほら、さらにこの100年で新たな調理法が次々と生み出された。まさに目覚ましい進歩じゃ。ああ、まあまともな大人ならこんなことは常識じゃが、
生ハムを。拙者はまともではないと。その杖は。ああ、我が家に伝わる家宝じゃよ。これを持っていたご先祖様はドン・ペドロ・デ・カストロ、当時はナポリの総督をしておられた。なぜそれを。モンフォルテの城にかくまってもらったことがある。あの方はかの世界的文豪セルバンテスのパトロンでもあり。おじいちゃんのご先祖がセルバンテスの知り合い。うん、ドン・キホーテの一説は彼に捧げられたと聞いておる。それにしても一体ご先祖殿は拙者を知っておられた。そして豪冠のことも。ここは伝説の国、ギリシャやフェニキア、ローマやアラブのさまざまな物語に満ちたる。しかし時は現代、今やスペインは世界第8位の工業国じゃ。お前さんの話を信じろと言われても。ご先祖殿が所蔵されていたドン・キホーテの初版本を探していただきたい。セルバンテス本人の直筆で120ページに注釈が記されているはず。ドン・キホーテは優れた読み物だが、単にそれだけではない。実は別の物語が隠された暗号文なんだ。セルバンテスの注釈に従い、その指示通りにそれぞれの章を読み解いていけば、豪冠と日本の侍たちの戦いの話が浮かび上がってくる。フランシスコ・ザビエルが日本での不況の後綴った手記をもとにセルバンテスはこれを書いたそうだ。ザビエルって誰。イエズス会の宣教師じゃ。日本文化を理解しようとした初めての西洋人と言えるかもしれんの。だがそんな手記など聞いたこともないし。問題の初版本が見つかれば信じてもらえるはず。スペイン語は当時と変わらず今も広く話されている。真実を語り継ぐのにふさわしい言葉だ。ご先祖様のその本ならトレドにあるが。ならばそれを読めば全てわかる。ああ、なるほど。スペインのワインについて知っとるかね。世界有数の芳醇なワインが60もの地域で作られとるんじゃ。ああ、礼なら無用。同じテーブルを囲めばもう家族同然じゃ。遠慮はいらん。この石は不意に襲ってくる悪の手先から身を守る魔除けだ。危険が迫ったら敵の前で昔々とそう呪文を唱えればいい。そうすれば即座にその者は忠実な家来となる。ほう、いいのかね。ええ、ではありがたく。とはいえ使う機会はあまりないと思うが。お、代わりに天ぷらのおかわりよ。はあ、魚のフリッターを日本じゃそう呼ぶんじゃよ。しかし驚くべき食欲じゃの。何しろ385年ぶりなので。やれやれ、我が家の食料すべて食い尽くされる前にその困った妄想を何とかできんものかな。部屋に戻れ。このご恩を忘れぬとカルモナのじい様に伝えてほしい。僕も行く。その扉って時空を超えられるんでしょ。過去に戻って僕あの時起きた交通事故。部屋に戻るんだ。何でも言うこと聞くよ。父さんたちを助けたいんだ。トンネルであんたを見つけてここまで連れてきたのは僕だよ。
与兵か。そうか、やっと会えた。いきなりすまない。敵だと思って飛びかかっちまった。町中豪官の手下だらけだからな。それでつい。お前は？俺の名前はリンセト。昔は山猫だった。今は見た通りの姿だ。俺の願いは一つ。過去へと遡り、元の山猫に戻りたい。時空の扉を見つけたいんだ。あんたと一緒に。信じてくれ。嘘だと思うなら叩き切っていい。抵抗はしないから、さあ。その子は連れか？いや、関係ない。僕も一緒に行く。ダメだ。喋る山猫なんて聞いたことないよ。じゃあよく聞け。とっとと失せな。帰るんだ、リキ。やだ。帰れ。帰らない。うん、食べ物だって持ってきたし。皆さん、若き科学者の優れた発明品に贈られるハビディス・ソサイティ賞本年度の授与式にようこそおいでくださいました。受賞者は科学分野の最高峰をなす124の専門機関のいずれかを選び、奨学金を得て研究を続ける権利を与えられます。最終選考に残ったのは、まずエンリケ・ソリス君のソーラーボート。このボートは2007年のアメリカズカップでバレンシアから出航する予定です。もう一つはミス・モイラのこの試作品。さて、受賞者はミス・モイラ・カストロ。彼女のシグフォーが選ばれました。おめでとう、モイラ。君のマシンは。坊やは船で遊んでたら目障りだから消えて。とても光栄です、皆さん。30歳までには必ずスペインで7人目のノーベル賞受賞者になってみせます。このシグフォーが私の才能を証明してくれてるわ。まだ試作品でしょ、モイラ。試作品？実際の性能を試すには。誰か警察を呼んで。黙れ。私だよ。モイラ、大丈夫？ねえ、ちょっと待ちなさい、モイラ。ボス、シグ4を手に入れました。なんだあれは。数百年前までスペインは農民の国だったが、今や。私が思うには、おそらく林瀬戸がセビリアで与兵と合流しました。こちらがシグフォーのコードを解析し終わるまで目を離すなと言ってあります。リキという少年も一緒ですが、この子については今調査中です。レアルマドリードの試合はいかがですか、ボス。ボス、昔の景色と少しも変わっていない。まるで故郷にいるようだ。だが、なぜここへ。この場所に鍵があるのか。偽作には鍵と同じ価値がある。偽作？時空の扉とどんな関係が。ってのはこいつか。この石像の中に眠っている。
寝起きが悪くないことを祈るぜ。この起こされ方じゃどうかな。これが偽策？このちっこいのが変身はしないのか。おいおい、拙者も会いたかった。ちなみに鉱物は金属だ。シグフォーはまだ試作品なんだし、あなたならもう一度作れるはず。いやよ、また2年苦労するなんて。絶対取り返すわ。 K コーポレーションが豪官の隠れ蓑だとしても証拠がなければ。奴らは早速シグ4の威力を試してるはずよ。あれを使えば地球や火星の未知の金属を発見できる。水中と空中以外ならね。とにかくシグ4のシグナルをキャッチするために衛星ヒスパサットにアクセスさせてほしいの。そうすれば連中の居場所を突き止められるわ。お願い。止めても効かないでしょうね。シグナルの探知開始。シグ4発見。目的物の行き先はサンティアゴ・デ・コンポステラ。人間のふりをするなんて情けない。警察ですか。静かに。偽策。見て。どこへ行った。まるで煙みたいに消えちまったぞ。なんでそんな目で見るの。助けてあげたのに。何者だ。私はモイラ。 K コーポレーションにシグ4を盗まれたので、奴らを追ったら奴らはあんたたちを追ってたわけ。そのシグ4とは。衛星を使って金属を見つけ出す装置よ。ただの金属じゃなくてすごくレアな、例えばそういうやつ。とにかく私は装置を取り返したいの。だから手を組みましょうよ。私は頭を使うから、そっちは筋肉使って。じゃあまずその首を締め上げようか。大聖堂はどっちだ。この目印の先、ハビリスソサイティのマークよ。リガスハビリタス。昔はそう呼ばれてたけど。もしかしてハビリスのメンバー。ええ、そう。合言葉は科学と連帯。しかも私、シグ4の発明でハビリッシュを受賞したから、科学者としての将来は約束されたも同然。いろんな選択肢があるわ。カナリア諸島の天体観測所とか、イエベスの宇宙センターに勤めるのもいいし、北極基地も捨てがたいわね。アンダルシアの宇宙物理学協会も歓迎してくれるんじゃないかな。 NASA や ESA の打ち上げ計画にも参加してるエリート集団よ。国際宇宙ステーションも悪くないかも。富も名誉もノーベル賞もいずれ私のもの。ハビリスソサイティにはいろんなメンバーがいるの。学生や科学者や主婦もいるわ。共通理念は科学の発展と国際協力。この地下道もハビリスの学生たちが修復したのよ。高慢地気で鼻持ちならない女だって言われないか。しょっちゅう。着いた。
部の墓に何の用があるの？おい、こいつも起こすつもりか？鍵のかけらの一つ、自然がここにあるはずなのに。力になるから一緒に来て。この大聖堂は K コーポレーションが修復を手掛けたのよ。その時盗んだんじゃない？鍵のかけらはいくつあるの？5つ。5つで1つの鍵、そのそれぞれが、それぞれの名前は勇気、心、自然、そして知性と創造。5つ揃えば時空を支配できる。豪官の狙いはそれだ。勇気のかけらを持ってたら僕も強くなれるかな？ああ、おそらくは。このかけらの金属は地球にはないはずの成分でできてる。でも隕石にはよく含まれてるわ。うん、時空の扉だなんて科学的には到底信じがたいけど、とにかく K コーポレーションに関して言えば、ナバラにある関連企業が最近活発な動きを見せてるわね。盗まれた自然のかけらとシグフォーはそこにあるかも。扉が開くまであと4日。場所はわからないが、しかしより多くのかけらを集めた者が有利なことは間違いない。ナバラなら密かに行く方法があるわ。たとえ豪官がシグフォーを作動させても見つからない方法がね。ハビディスのこのリサーチセンターではゴミ処理とリサイクルについて研究してるの。きっとびっくりすると思うけど、再生した素材で今や何だって作れるのよ。光線？そう、水中や空中なら衛星に探知されないもの。気づかれずに敵に近づける。これもいわばリサイクル製品よ。風船部分の布やナイロンは、ほら、あそこのセクション、あそこで分別された素材を再生して使ってるの。ゴンドラはプラスチックを再利用してるし。それだけで飛ぶのか？もちろん燃料がなければダメ。空気を熱して風船を浮き上がらせないとね。これは植物から取れるバイオガスで飛ぶの。バイオ何？有機廃棄物が分解して発生するガスのことよ。発電にも利用でき。ヨヘイさん、協力はするけど条件があるわ。ハビディスソサイティの理念である連帯と学術研究の推進に反する行為はしないこと。それともし豪官に関して何らかの犯罪行為が発覚したらすぐ警察を呼ぶこと。暴力は禁止よ。違反すればモイラが我々に知らせるわ。豪官は恐るべき敵だが、奴を滅ぼす気はない。ただ本来の居場所におとなしく戻らせたいだけだ。善と悪の釣り合いを正しく保つために。このプラドは世界一の美術館と言われている。大いに破壊しがいがあるな。全て計画通りです。シグ4は順調に作動していますし、ニコのかけらはすでにこちらのもの。時空の扉は72時間後に開きます。ナバラの位置は？ピレネー山脈の西、サンティアゴへの巡礼の道を逆にたどればいいの。
全なルートよ。道沿いはずっと自然保護区になってるわ。カンタブリア山脈のピコスデエウロパ国立公園や、その他にも行く先々に大きな自然公園がいくつもあるの。広々とした大地にいろんな野生動物が保護されてるのよ。クマとか白いワヤギそれに山猫もね。高度が下がってる。大変。燃料を補給しなきゃ。ハビディスのメンバーが近くにいるから。しかし降りれば豪華に居場所が知れてしまう。他に方法はないわ。仕方ない。一旦降りて策を練り直そう。ただの枝。こいつらは俺に森へ入るなと言ってる。どれかね。ああ、巡礼者の皆さん。ひどい霧ですな。さあ、宿へどうぞ。今飛行船でナバラへ向かっている途中だ。できるだけ到着を遅らせるからな。その間に準備を。大歓迎だ。お一方は席をご用意しますが。彼人間の多いところは苦手なの。外にいて飛行船を見張ってるって。ええ、さようで。驚かないのか。驚く。いやどんな姿だろうともう慣れっこ。何しろ千年以上も前から世界中のいろんな人たちがピレネを越えてやってきてるんだから。聖ヤコブの墓目指して。確かにサンティアゴは旅の目的地だがね。しかし真のゴールはここにある。それに数千キロもの距離を歩くうちに巡礼者は頭も冴えてくるそうな。さあかけて食事を持ってきましょう。ゴーカーの基地はザビエル城のすぐそば。表向きはワイナリーよ。地下から忍び込もう。穴を掘って。あのね、最近のワイナリーは昔とは違うの。ハイテク管理されててこっちには好都合。っていうと？今やブドウの生育状況を人工衛星で監視する時代よ。ってことはその筋のデータベースをちょっと覗けば。あった。これがゴーカーのブドウ畑。そしてこの樽にはワインを寝かせる大樽が並んでる。コンピューターチップ内蔵だから下手にいじれないわよね。樽の中身を一個一個調べるなんて到底無理。手こずってもたもたしてる間に絶対的に見つかっちゃう。どこに隠してあると思う？そりゃ警備が一番厳しい場所じゃない？その逆だ。拙者には分かる。豪官はあえて無防備な場所にかけらを置き、他の警備を厳重にしてこっちを欺く気だろう。ここは味を試すテイスティングルーム。奥だから見張りは曖昧。もっと手前で警備に引っかかる。でも空からなら話は別。うん。もうすぐよ。拙者が一人で行く。異変が起きたら拙者に構わず飛び去れ。そして義足を安全な場所へ。俺も行くぜ。私も。アラームの位置はチェック済み。そっと入ってささっといただいちゃいましょう。後に残ることになるがしっかり頼んだぞ。勇気のかけらだ。何があってもこれと義足だけは守り抜いてくれ。任せて。どうした？変ね。全然信号が来ない。だから？もしアラームが。考えている暇はない。
の？うわ、どうしよう。あとは任せるって言われたけど。おい、上を見ろ。衛星からのシグナルを打ち消しシステムが作動してるみたい。びくともしないぞ。置いてろ。もったいないぞ、モイラ。今のうちにかけらを持って逃げろ。ダメ、シグフォーを探さなくちゃ。そんな時間はない。我らに構わず。飛行場の方へ。時空の扉が開くまであと50時間です。お前は列車でここへ向かえ。トレード。必ず書類にサインさせ、そして彼を連れてきます。勇気のかけらのおかげだよ。あれがなければ。いや、かけらではない、お前の勇気だ。そう思う？偽物だろ。どういうこと？鋼の模造品。仕組んだな、強姦の手先め。山猫の中でも貴重な種に属していた。いわば山猫の王だ。
人間たちの自然破壊が始まった時、俺は危機を感じた。そしてそんな頃、豪官から鍵の話を聞いたんだ。イザナギの？世界では毎日83種類もの生物が絶滅している。豪官は自然のかけらには我々を守るパワーがあると言った。それが欲しければ残りのかけらを集めてこいと。地上から動物たちが消え失せていくのを黙って見ているわけにはいかない。俺は取引に応じ、今の姿に変えられた。バカだったよ。その後、スペインには自然保護区が次々とできていった。だが俺はそこに住めない。山猫は救われたが、俺はこのざまだ。呪われた姿のまま仲間たちに疎まれ、人間社会で生きていくしかない。その上、豪官に逆らえぬよう、俺はこんなチップまで埋め込まれている。こっちの動きは豪官に筒抜けだったわけ。だから撃ってこなかったのね。全部罠だったんだ。俺はただ仲間のために。お前の立場なら拙者も同じことをしただろう。動機が純粋なだけ私よりマシね。私2年前知性のかけらを見つけたの。リガス・ハビリタスの古い文献を読んでたら、不思議な金属に関する記述が載ってて、そのかけらを見つけた瞬間、まるで奇跡みたいにアイデアが次々と湧いてきた。あのシグフォーは知性のかけらを内蔵してるの。だから豪官はあれを奪った。二代目を作れないわけが分かったでしょ。じゃあ豪官は自然と知性のかけらを持ってるんだ。我らよりも一歩先を行っているようだな。急がなきゃ過去へ戻れなくなっちゃう。これは何を意味しとるんじゃ。おそらくは、ああ、第8章を左から右へ、文字を7つ飛ばしに拾ってゆき、11章は上から下へ、各行の3文字目だけを追っていく。驚いた。本当じゃ。ドン・キホーテは単に一つの話ではない。いくつもの別の物語が隠されておるんじゃ。あの、ラミロ・カルモナさんですね。ん？リキ君のことでちょっとお話が。確かに彼の名はヨヘイ。でもあとは全部デタラメ。この男は指名手配中の詐欺師です。イザナギの鍵には魔法のパワーなどありません。あれは単なる闇市場の商品。まさか本気になんかしてませんわよね。どうぞその書類にサインして我々に代理権を委ねてください。そうすればリキ君から連絡が入った場合、速やかに現場へ駆けつけ彼を保護することができます。どうぞ信じて全てお任せください。さあ、豪官の部下が続々とバルセロナに集結してるわ。目的はもちろん4つ目のかけらね。扉が開くまであと36時間。え、ハビリスしか連絡してこられないはずなのに。誰からなの？会の他のメンバーとか？いいえ、今逆探知してみるわ。ひょっとして豪官？おじいちゃん、あ、黙って出てきちゃって。今は謝ってる場合じゃない。ここはトレドじゃ。ドン・キホーテの例の初版本を見た。ヨヘイさん、妄想などと言ってすまなかった。それで？魔除けが効いたよ。彼女のおかげで状況も分かり、無線もつながった。いいか、よく聞いてくれ。セルバンテスはどこで扉が開くかを密かにドン・キホーテに書き残しておった。バレアレスのカブレラ島じゃ。まだチャンスはある。でもこっちにはかけらは一つしかないし、もう時間がない。
現在シグフォーでバルセロナ中を探しています。傭兵とその仲間たちももうすでにあの町に到着しました。しかし妙です。未だに欠片の在りかを探知できないとは。まるで何かに守られているような。連中が現れたら町を封鎖して捕まえろ。わしは万人、スペイン一の長寿を誇る見張り人。90、100は当たり前。驚くなかれ、わしは114歳のちょいと手前。韻を踏んでろ、お粗末だけど。万人殿、どうか我に与えたまえ。あなたに託されたイザナギの鍵の創造のかけらを。いや、託されたのはわしの先祖の、そのまた先祖のまた先祖。このわしほど長生きではなかったろうがな。これからお前さんに謎々を出す。想像のかけらは想像力で手に入れよう。出た、傭兵さんが言ってた通りだ。問題は？よし、いいかね。一度しか言わんからよく聞け。拍手は両手でするもの。では片手だけならどんな音がする？あれ、教えてもらったのと違う。想像力なくして想像のかけらは得られん。答えられなければ何、無理をすることはないさ。まあわしもそう長々とは付き合えんし。手ぶらじゃ帰れない。片手だけの拍手はどんな音がするか。なんで君がここで何やってるんだ。さあ帰れよ。あなたに一言謝りたくて来たの。謝る？僕に？それはそれは。ごめんね、エンリケ。授賞式では私舞い上がってどうかしてたの。あんなひどいこと言って悪かったと思ってる。ところでそのボートって早いんでしょ？すごく。ちょっと貸してもらえない？片手の拍手の音。片手。まだかな。ねえ、奴らが来た。だがまだ気づいていない。くそ、娘とガキがいないぞ。あなたはとても優秀で。そうそう、まさに天才。私は足元にも及ばないわ。さあ行って。調子に乗りすぎ。言わないとボート貸さないよ。どうじゃ、降参かね。なんか僕を困らせて喜んでるみたい。おや、そう見えるかな。図星じゃ。拍手、片手、両手。片手だけでも音は変わんないんじゃないのかな。わかった、同じ音だ。これが片手の音だよ。よかろう、こっちへ。あった、創造のかけらのありかはサグラダ・ファミリアだ。誰を追いますか。別々に動いてますが。4人とも全員捕まえろ。始末してかけらを奪い取るのだ。逃げてこずってたな。
だけ撃ってくるってことは成功したってことだ。僕にプロポーズしろ。あのね、やったよ、手に入れた。おや、船を出すんだ。もう十分でしょ。それとも傭兵にその首をはねられたいわけ？わかったよ。どうやるの？そのソーラーボートは従来の光電池を。どうするに何？赤いボタン、太陽の熱で帆が作動するまでしばらく待たないと。オイラ、プロポーズの件だけど。頭冷やせば。僕に惚れてる。奴らがこっちへ向かってる。クソ。自然と知性のかけら。もし鍵を完成させたいならここへ奪いに来るがいい。進路は東よ。カブレラ島へ一直線。扉が開くまであと 2,3 時間しかない。しかも手持ちのかけらは2つ、豪華は3つだぞ。いや、こっちが3つだ。もしかして偽作が。鍵が割れた時、心のかけらを飲み込んで変身したんだ。もし吐き出させたらきっとまた悪魔に戻る。いつ吐き出させるか、それが問題ね。扉が開くギリギリまで待って、その瞬間に豪官と共に本来の場所へ返したい。邪悪な心を完全に取り戻す前に。偽作は仲間だよ、悪魔になんて。信じたい気持ちはわかるが、悪の威力は甘く見ない方がいい。きっと手下がずらりと待ち構えてる。厳しい戦いになるだろうな。だが勝たねばならない。これを頼む。多分ここからは拙者一人の方が。もう遅い。久しぶりだな、傭兵。イザナギの鍵が我らを再び巡り合わせた。一対一、差しで勝負をしよう。鍵は勝者のもの。無駄なことだ。扉がすでに開き始めている。この時がついに来たぞ。俺はついに。ついに蘇った。
俺を倒せるものか。ハクラをよこせ。逃げて、早く。怖い顔してどうしたの、おじさん。私に何か用？あらら、怒らせちゃった。この役立たずめ。強くなってる。もしそうなら、鬼作もこの2つのかけらを飲み込めば強くなるんじゃないかな。よせ、悪魔の魂が目覚めたら到底勝ち目はない。そうなりゃ終わりだ。鬼作を信じて、勇気、想像、そして心。悪魔に戻った。始末しろ。そして我が元へ戻れ。それに心、それが一体どうした。知性と自然の前には所詮無力だ。
今から扉を閉じる。その前にそれぞれの行きたい時空へ行くがよい。義作が喋った。鍵の力だ。さあリンセ、扉をくぐれば山猫に戻れる。いつかどこかでまた会うかもしれないな。さあ行けリンセド。私がシグ4を発明できたのは多分鍵のかけらのおかげ。実力じゃないわ。欲や野心を捨ててもう一度純粋に研究をしたい。本当に昔の私に戻れるの？この宇宙のどの時間どの場所へも自由に移動できる。ただ心に念じて扉をくぐるだけでいい。じゃあね。いい仲間に出会えてよかった。ようやく日本へ帰る時が来たようだな、ヨヘイ。扉が二度と開かぬよう、鍵はこの私が守る。早く行きなよ。拙者には戻る場所がない。鍵を守り抜くことだけに全てを捧げてきた。今はまるで抜け殻だ。もちろんさ、リキ。息子の親友に会えるんだからな。うちの自慢はスペイン料理と和食が融合した美味しさ。セビリア一の極上のワインも用意してあります。今日はようこそおいでくださいました。リキとはどこで知り合いに？話せば長いのですが、とにかくリキ君が勧めてくれたんですよ。ぜひ店を出せってね。リキがですか？驚いたな。そういえば今日モイラからメールが来たよ。ハビディス賞を目指してまた研究を始めたとさ。シグフォーの？ヘスペリデス海洋学クルーズの乗組員になったそうだ。南極大陸で1年間過ごすと言ってた。わあ、大変そう。一緒に行く他のメンバーがね。オークションで例のピカソとミロが手に入りました。ということはあとはベラスケスが揃えばコレクションは完璧じゃな。ロンドンからの返事を待っているところです。よし、素晴らしい。交換および K コーポレーションの活動状況。検索結果ゼロ。関連情報は見つかりません。消去します。